第3回全国キリスト教神と大神木会は、1883年5月8日から12日の5日間に、東京府にある新栄橋、教会、浅草街道、伊勢村老などを会場にして行われた集会で、全国各地のキリスト者が、相互の神木交流や伝道上の協議のために、行われた。日本のプロテスタント信者の長教派の集会である。 キリスト教神徒大神牧会、日本キリスト教大神牧会とも言われる。議長を務めた大阪キリスト教会の宮川、常てる副議長を務めた、明治学院の伊深梶之ジ幹部の一人であった、津田先幹部の一人であった、新島城幹部の一人であった、押川正義日本各地にいるキリスト教の指導者が、2、3年に一度集まって、数日間プログラムを共に準備して、 信仰を分かち合い、情報を交換する目的で開かれた。第1回は1878年に、東京築地の新坂江橋協会行われ、第2回は1880年に、大阪の倍花女学校で行われた。そして、第3回目は再び、東京築地の新坂江橋協会で1883年に、行われた。議長には、宮川常てる。 副議長に、イブカカジノスケが選出された。この会に代表を出席させた教会は38、教会あった。1883年頃から起きていた、明治のリバイバルの影響で、日本の旧礼への情熱が最初から高揚していた。明治のキリスト教会を代表する人材が、一堂に会したが、その中でも罪の悔い改めや、救いの確信に満たされ、伝道に、 新たな意欲を燃やす人が続出した。参加者は、この感動を自分の教会に持ち帰って、伝道をしたと言われる。これらの集会をきっかけにリバイバルが全国に広がった。大会終了後も、5月18日19日に、九章座で、キリスト教大演説会を開き、金森ツーリン、尾崎高堂、j 一原が演説し、2000名の聴衆が集まり、 翌日は3000人が集まった。翌年1883年には演説会改め大説教大会が浅草の伊勢村老を会場に行われた。1885年5月には京都府で第4回全国キリスト神と大神木会が行われる。この会をもって福音同盟会と解消し、神木会は発展的に解消された。 教会視野の同意明雄は、この神木会について早々期における少数、キリスト者の一致、結束を象徴する集会であったが、これを、直ちに教派の一致運動とみなすことはできない。と述べているが、これ以降日本の教会は、教会合同路線に向かっていった。幹部の一人であった。 内村肝臓韓国最初のクリスチャンである理受定1883年5月12日、鈴木新一氏の写真館で撮影された第3回、全国キリスト神と大神木会の幹部の記念写真。ありがとうございます。